たらす。生まれながらに驚異的な身体能力を持つステラの誕生である。あれ、ここは、あのいいから、さっさと後ろを向け。ごめん。で、ハンカチとは？さっきハンカチがどうのと言ってただろう。ああ、そうそう、やっぱり君の。さっき風に飛ばされてきたのを拾ったんだ。本当に感謝する。では、くたばれ。少しだけ本気で相手をしてやる。お前は女子寮に侵入し、乙女の着替えを覗き見した。俺は今日この学園に転入したばかりで、ここが女子寮とは知らなかったんだ。お前、名前は？天桐綾。ヘンリースペルトは何？天桐綾人への結婚を申請する。じゃあこいつ使えよ。我、天桐綾人は汝ユリスの決闘申請を受託した。スタートオブザキュリー。では行くぞ。見極めてやる。流れに外ろ。天桐神明流。伏せて。お前何を。そうではない。なんで私を。お前、6時間目小テストか。体育で終わってほしかったね。カルマくん帰ってきたんだ。へえ、あれが噂のコロ先生。とりあえずよろしく先生。本当に効くんだこのナイフ。初めてだ、この先生にダメージを与えた人。カルマ君ってどんな人なの？この E 組にはそういう生徒も落とされるんだ。今この場じゃ優等生かもしれない。逃げないでよ、コロ先生。どういうことか教えてやるよ。そこで考えがあります。シン君を高等魔法学院に入学させませんか？中等学院で特に魔法が優秀だった者が進学する高等教育機関。それでいいよ、学校って通ってみたいし。学院には私から言っておこう。やめてください。あんたたちいい加減にしなさいよ。なんとテンプレな。なんだガキなんかよか。おっそ、実はてめえ。本当にありがとうございました。かわいすぎる。これ全部受験生か。会場は聞こえないのか。なんなの、いきなり人の肩を掴んどいて。俺はリッツバーグ伯爵家の嫡男なんだぞ。ここは入試会場だ、皆の心を乱すようなことはするな。ははアウグスト・フォン・アールスハイドだ。近しい者は王子。リッツおじさんの息子。私が王子だと知ると。なんでシンがアウグスト殿下と親しげに話してんの。それではあの的に自分の得意な魔法を力の限り放ちなさい、はい、この手に集いて敵を撃て。ファイヤーボール。追流よ。集い、なんだよあれ、なんなの。ウィンドソーアーセブラスター。君の番ですよ。は、はい、じゃああれでいいか。あれで、そうですか。ハンダ先生、おはようございます。おはよう。大神霊です、よろしくお願いします。間違いない、あいつだ、昨夜のあの男だ。大神、二人っきりで話したい。ちょっと付き合え。昨夜公園で人を殺し、放火した時に負った火傷を隠しているのではないか。火傷がない。もう二度とそういうことがないようにってある人がくれたんです。ちょっと、さくら、どうしたの。消し去るだけだ。いつになったら慣れてくれるのだお前は。なんだ。知らねえよ、本当だよ。たった今110番した。すぐに警察が駆けつけてくるぞ。ああ、警察ね。鷹のタトゥー、こいつら。こっちはただここで消えた仲間の心配をしてるだけなの。マジ知ってるようだ。一昨日の夜
の出来事。あっ、答えないのなら体に直接聞くしか。バカな女だ。ホームレスなんざほっとけ。今の合うんだよ。食らうかよ。石が相手だ。何言ってんだこいつ。うぜえ女だ。誰だ。大神、大神、頼む。なんだ、殺しちまったのか。つまんねえな。燃え散れ。何やりやがった。ふざけんな。死ぬのはてめえだ。歯には歯、悪には悪。仲良くするクラスメートとしてと言った。転校生。おはようございます。今日から転校してきました、自立思考固定放題と申します。転校生を紹介する。皆様よろしくお願いいたします。言っておくが、彼女は歴とした生徒として登録されている。契約を逆手に取ってなりふり構わず機械を生徒に仕立てた。すでに死んでいます。でもどうやって攻撃するんだろう。ショットガン4門。ここからが本領発揮だ。5280222行こう。はじいて、にゃん。ブラインド、隠し玉か。次の射撃で殺せる確率 0.001% 未満。それではコロ先生、続けて攻撃に移ります。僕らは彼女を甘く見ていた。というより紛れもない殺し屋だ。この教室がそんなに単純な仕事場なら、私はここで教師なんてやって。今日からこのクラスは俺が支配してやる。逆らう奴は皆殺しだ。よう、隣いいか。今の冗談どうだ。冗談、誤解されてると思う。いつから魔王学院は子供の遊び場になったんだ。魔力が小さすぎて目に入らなかった。ジョーちゃんもろとも骸骨にしちまう。マッチの火を吹き消しただけだ。しばらくそこで反省していろ。炎に焼かれるのは俺の。これより入学実技試験を開始します。あらゆる武具の使用が可能です。何か質問はございますか。特にない。そのすかしと面、ぐちゃぐちゃの泣きっ面に変えてから地平度に沈めて。勝敗はどちらかが行動不能になるか、ギブアップの宣言によって決します。負けんゼフリード。それが負けん。そうだ、死にな。まさかまた俺の炎を。魔法も使わず、言葉にも息にも魔力を込めない。手足はもちろん、どうやら貴様の魔法は戦いには。待ちやがれ。あまり喋るな。死にたいのか。強制の魔法を使わずにお前を降伏させれば俺の勝ち。バカめ、俺は死んでもギブアップなどしねえ。どうだ、一度死んだ気分は。ギブアップする気になさか。一生で一度きりだと思っていたか。俺は高速だぞ。帰った人間は元の人間なのか、それとも全く同じ。ではもう一回ぐらい殺しておくぞ。待ってくれ、俺の負けだ。そういやリツ、何か聞いてないの。同じ転校生暗殺者として。はい、少しだけ。私が彼より暗殺者として圧倒的に劣っていたから。あれが転校生。転校生は私じゃないよ。私は保護者。ビビってんじゃねえよコロ先生。はじめましてコロ先生。おい、イトナ、入っておいで。俺は勝った。この教室の壁より強いことが証明された。なんだその中途半端な顔は。堀部イトナだ、名前で呼んであげる。お前は多分このクラスで一番強いけど、安心しろ、俺より弱いから俺はお前を殺さない。強い弱いとは喧嘩のことですか、糸なく。負けた方が死亡な、兄さん。この教室で勝負だ。あの子は確かにコロ先生の兄弟。いいでしょう、そのルール受けますよ。ただし糸なく、観客に危害を加えた。開始。
どこだ。それを手に入れた。その触手を。あなたにも話を聞かなきゃいけないようだ。いるんだよ。君の弱点は全部上だ。加えてイトナの最初の奇襲で腕を失い再生。兄さん、俺はお前より強い。後出しじゃんけんのように次々出てきたコロ先生の弱点。敵だからやれ。俺は強い。この触手で誰よりも強くなった。精神状態じゃなかったようだ。そういえば今日だっけ転入生来るの。ああ、それで先生遅いのかな。本当に平気なのかい。体はどこもおかしくない。大丈夫だって、怪我なんかしてないって。名前と住所教えてもらえるかな。久賀ユーマ。住所三角市六大町8-5-1。すでに25分の遅刻。やべ、じゃやめておこ。まったく初日から遅刻とは先が思いやられるな。本当にみんな同じ服着てるぞ。流行っているのか。管理者側が服装を指定しているようだ。ユーマ、久賀ユーマです。久賀くんは最近まで外国に住んでいて、日本に住むのは初めてだそうなので。久賀くん、アクセサリーはダメなの。何なのかね、その指輪は。分かった、そういうことなら。よろしく。なあ、これどういうあれ。挨拶だよ、挨拶。日本式の勘。なるほど、挨拶ね。おや、挨拶。てめえ、舐めてんのか、チビ。おい、こら、チビ、一言みてえなこと言ってんじゃねえぞ。こっち来てみろ。もう終わり。あいつぶっ殺せ。ラッキー、あっち行った。レプリカ、トリガー使っていいか。それを決めるのは私ではない、ユーマ自身。行くぞ、レプリカ。せーの。よ、平気か、メガネ君。まずは連絡事項があります。明日このクラスに転入生が来ます。誰だ、あいつ見たことないぞ。お前が転入生か。では挨拶代わりにその腕を披露して叩き直してくれる。良い剣筋だ。だが随分と手加減していたな。君ほどじゃないと思うけどね。僕はレイ・グランズドリー。僕を君の班に入れてくれないかな。入れてくれて嬉しいよ。これからよろしく。断る。ひざまずいて靴にキスでもしようか。俺の蹴りを顔面で受けるつもりとはなかなかのやる気だな。力を合わせて挑んでこい。相応の結果を見せれば配下に加えてやる。これよりアノス班、レイ班による判別対抗試験を開始します。作戦は。レイは俺が相手をする。じゃあ他は私が片付けるわ。そっちこそ負けたら許さないわよ。いや、待たせたな。使い道が少ないから魔力は余っててね。だがそれでは対等な勝負とは言えない。本気で来るといいんじゃないかな。もう少しで思い出せそうな気がするんだ。何、自信テペチ。ごめんね、もう少し我慢してくれる。褒美をくれてやる。その気持ちよくわかるぞ。僕にもアノス君の気持ちがなんとなくわかる気がするよ。だけど僕の負けだ。君とは初めて会った気がしない。ならば2000年前に会っていたのかもしれぬな。呼び捨てで構わぬ。じゃあアノス、次は勝つよ。新入生ですね。何かお困りのことでもありますか。いえ、何でもありません。リハーサル始まりますよ。お話し中でしたか。いえ、失礼します。芝くん、何しているんですか。カリキュラムの確認と受講登録。 OK、 達也。それで
得意魔法は何を？実技は苦手でな。魔工技師を目指している。当校の生徒会長は選挙で選ばれますが、他の役員は生徒会長に選任。その内部選挙によって風紀委員長は選ばれる。うん、さて引き受けていただけますか？有能な人材を生徒会に迎え入れるのなら、私よりも兄の方がふさわしいと思います。残念ながらそれはできません。生徒会の役員は第一課の生徒から選ばれます。申し訳ありませんでした。部をわきまえぬ差し出口、お許しください。はい、精一杯務めさせていただきますので、よろしくお願いいたします。風紀委員は学校の風紀を維持する委員です。念のために確認させてもらいますが、風紀委員は喧嘩が起こったらそれを力ずくで止めなければならないということですね。続きは放課後にしたいんだが、構わないか？わかりました。お待たせしました。ルールを説明する。相手を死に至らしめる術式、武器の使用は禁止。ルール違反は私が力ずくで処理するから覚悟し。魔法師同士の戦い、先に魔法を当てた方が勝つ。始まる前から勝負はついている。魔法は基礎単一系移動魔法、衝撃で戦闘不能にする。準備はいいか、始め。勝者、柴達也。